続いてまいりましょう。続いて由美子会長の黒歴史まいりましょう。こちら東京ドームライブの花道で転倒。これなんかそうらしいんですよ。あのデッドエンドの曲でみんなでメインステージにラッサビで駆け抜けるみたいな感じの時に耐えきれなかったんですよ。足がもう立ち上がって一歩目で思ったんですよ。これはこけると。それはこける。それ怖いね、その状態って。1日目らしいんですが、これも映像がございます。ある。完璧に捉えてたみたいです、カメラ。ご覧ください。嫌だ。ほら、かっこいいよ。かっこいい。そうね、このダーンのとこ降りてきて。はい。どこにいる？やばい。左。面白い。左にいるか。左ですね。左前ですね。こっからね。あ、やばい。面白いね、やっぱ。会長だけじゃありませんでした。お前のじゃないかよ。はい、本当に運動会の不景が散々する。運動会のこけ方なのよ。いや、ただ俺斉藤の格好悪いのがヘイってやった瞬間に転んだんでしょ。ヘイガガ。面白。もう一回見てみましょうかね。いや、これはちょっと撮っとこう。これはいいよ。熱いよ。熱いな。森田が格好良ければいいほど。そうだね。でここからみんなで走るのがまたかっこいいわけだよね。そうですね。来た来た来た。あ、いいよいいよ。あたたたたた。後ろめくって後ろめくって。誰も遅れないいるもんね。後ろめくって。何なの。これがいいよね。これ後ろから。ヘイじゃねえよ。ヘイじゃねえよ。ヘイじゃねえよって本当に。ヘイも普段やってないんですよ、あそこ。ああ多分手についていかなくてそのまま走ってね。全力疾走の中でこのバランス崩れちゃったんですね。よくあのバックショットがあったよ。面白い。あれいいよ、ショットだわ。由美子会長のことも周りのみんなも助けられないでしょ。走んなきゃいけないからね。そうそうそう。見えてたんですよ、横で思い切り走ってて。確かに立った時からすごい前傾姿勢になってた。足がカラ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 って。だからユミちゃんが転んだのも分かったし、ああでも助けられないから、ああ、ね、飛び越えて。ユミ子会長の屍を越えて。ごめんと思いながら。怪我はなくね。全然いい感じに転べて。これも永久保存版だな。二人が行ってるってことはね。確かに。ちょっとでもライブでやっぱかっこいい曲なんだよね。はい、あ、じゃあ志田さん、これはさすがにそうか。判定の方お願いします。かっこいいから。はい、問題なし。問題なし。一生ファンの人もこの映像ぜひ見てほしい。確かに。